はい、じゃあ久しぶりにね、格安スーパーの商品紹介やってみようかと思います。今日紹介するのはね、私の地元に何店舗か展開されている小田っていうところですね。最近はね、大黒天物産とガッチャンコしてラム小田みたいな感じでなんか共同出店するような例もあるみたいですね。まあ、詳しくはどういう立て付けなのか分かりませんけども、ずっと小田というスーパーでやってたのがラム新装開店ですよって言ってオープンするんですよ。で、行ってみたら小田のようなラムみたいな、そんなスーパーでございます。今日はね、近所の小田に行ってみたんですけども、夕方に割引シールを貼るんですよ。たまたまその時間に遭遇したんですけども、このね、メンチカツ丼、もともと198円なんですよ。これしっかりね、お肉も入ってて野菜も入っててね、お米もしっかり敷いてますよ。これがね、3割引きになってたんですよ。3割引きですから、ぶっちゃけ60円ぐらい引いて120円130円でこれが食べれるというね、もはやもうね、缶コーヒーより安い弁当ということになってきてます。はい、すごいですよね。そしてビーフコロッケ3個入りこちらもね、158円、これが1割引きになってますから、まあ消費税がパーになったと言ってもいいぐらいかなと思いますね。158円なんで、まあこれもね、缶コーヒーと同等ぐらいの価格ですよね。2つ買ってもね、定価でも350円ぐらいなんですよ。で、こっから3割とか1割引かれてますんで、300円でお腹いっぱいになっちゃうみたいな、なんだったら余っちゃうみたいな感じになってます。はい、これすごいでしょ。はい、じゃあこれがね、お弁当でございますね。で、さっきのコロッケを1個だけここに置いております。メンチカツですけども、あ、ちゃんとね、ぎっしり詰まってますね、中身がね。当たり前か。で、ご飯、あ、あったかいね、レンジでチンしたんで当たり前ですけども、こんな形になってますね。はい、美味しそう。じゃあ、いただきます。メンチカツね。うん、ソースが若干私にとっては多めですけど、うん、うん、うん、これはこの価格が出せるのはすごいね。うん、ビーフコロッケ、うん、うん、うん、まあさすがに毎食これだったらちょっとなと思いますけども、うん、たまのランチ時にこういうのいいんじゃないですか。うん、まあコンビニ行くより小田に行けですね。